レイラです。ゆずはです。マリアです。メイです。セリです。ピンク、ラテ、ピ、ミ、始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回の企画はマリアちゃんにインタビューしてみた。はい、前回の動画で基本情報とかをね、いろいろ質問したんですけど、今回はちょっと変わった質問をマリアちゃんに言っていきたいと思います。それではどうぞ。誰から聞きますか？え、行く？なんかモジモジしていく。あ、じゃあなんか急にぶつけますね。急に、なんか急にこう、えってなると思うんですけど、好きなタイプを教えてください。異性の。優しくて面白い人がいいです。あ、一緒です。一緒です。結構中身を大事にしてる感じ。はい、あ、一緒一緒。でもセイはプラスイケメンです。わー、全タイプ。顔もね、結構ずっとタイプが、うん、で髪の毛サラサラがいいです。あ、確かに清潔感とかも大事だよね。じゃあ超イケメンで性格うんって人と、超ブスだけど性格めっちゃいいとかだったら、性格いい方が、いい方、性格いい方、上司、絶対ちゃうよ。いや、メイは顔いい性格悪い人を、あの、意地でも直してあげて。あ、確かに、確かに、それはね、中身はね、直せるか。そうそう、じゃあ、言うの。学校について質問してても、え、もし学校で、あの、友達が、あの、給食バーンってやっちゃったら、どうする？手伝うか、無視して給食食べる。かわいい、人間の話だけど。それは無視します。お兄ちゃんだったら、それも無視します。はい、無人島に、じゃあ4つ持ってきるなら、4つ何にしますか？多いな、4つ。ドラムと、4次元ポケット。スマホと、うん、Wi-Fi。 強い、すごい。じゃあ、ピンクラテ TV の中で、メンバーの中で入れ替わってみたいな、誰ですか？ゆずはちゃん。理由をもう一度小学校に戻りたい。え、しかも次小学校ピンクだよね。あ、そっか、まだ1にあるのか。若くない？若い。若とか言って。まだ。まだ若い。まだ若い。いいね。レイラも小学校戻りたいの。うん、戻りたい。はい。はい。はい、好きな人にしてほしい髪型。髪の毛長い男の人が嫌いなので。嫌いなのです。みんな切って。切ってください。だから、髪型なら、もう坊主か。え、そう来る？そう、もうハゲでもいいんですけど、うん、とりあえず髪の毛短ければ大丈夫です。そうなんだ。意外。坊主は嫌だ。そう、じゃあセリちゃんタイプは、セリちゃんのタイプの方は、生やしてまだ頑張って生やしてください。とりあえず生やしてください。でマリアちゃんタイプは、ぜひ剃ってください。あの、美容室、美容院に行って、あの、剃ってください。はい。え、メイちゃんは？いや、生えててほしい。ですよね。ゆずはサラサラがいいんだもん。サラサラがいいんだ。レイラも生えてても生えてる、生えてる、生えてる。じゃあ、あの、男性の身長
とかってなんか、うんうん、ある？ジェンガとか。あ、でも自分より高いもの。あ、マジ？うわ、そう。あ、何部がタイプですか？何部が？バスケ。うん、じゃあ、サッカーかバスケが似せる。あ、分かる。陸上もいける。あ、あ、分かる。分かる。まあ、かっこよければ何でもいいです。顔と中身が大事で。そうそう。え、ちなみにそもそも好きな人いますか？いません。いないんだ。いる？いる？いない。います。います。います。いない。いない。ゆずもいないにしとけばよかった。います。ちょっとここから NG で。ちょっとね、P でお願いします。じゃあ、好きな人の匂いは何色が好きですか？好きな匂いって何ですか？匂い。いい匂いが好き。楽しいので実際にやってみたらもっと楽しいんだろうなと思ってやってみたいです。やりましょう。やりたいね。やりたい。イエーイ。はい、ということでいろいろマリアちゃんにインタビューをしましたが、はい、皆さんどうですか？いろいろ知れましたか？知れたでしょこれ。知れましたね。めっちゃ知れたよね。知りすぎた。なんか感想とかね、あの他に聞きたいのとかあったらコメントしてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。